セックスで魔力を補充する？何それ、最高じゃん！じゃん。はい、皆様、ダジャハオ、ハロー、アニョハセヨ、そしてこんにちは。主人公のエイト役を演じさせていただいておりますイラクサネトルでございます。皆様どうも。今回はですね、エイトくんのね誕生日企画ということでね、この私が、ねフリートークがねあまり得意ではないんですがね、お聞き苦しいところはたくさんあるとは思うんですが、ねいっぱいね楽しんでいただけたらななんて思いますので、皆様どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、そうですね、第一印象、作品の第一印象、なんか珍しい感じだなと思いましたね。BL の作品でこうやってなんかアプリというかなんかそういうのでダウンロードしてゲームしてっていうのはあんまり僕自身経験したことがなかったので、珍しい作品が出るんだと思って、まさか自分がねその作品に関わることになるとはとは思いましたので、いや本当にありがたいお話をいただいたななんて思ったりもしましたね。まああとはですね、やっぱキャラクターたちがねみんな肌の面積が多いよねいやー、こんなに出すし透けるしなんだと思ってたら破けるんですねっつっていや本当にびっくりしました。一番最初の収録の時にまだそこまで聞いてなかったので、まさか破けるなんて、技術は発達したんだななんて思いながら、なんかますますねなんかこういうものが増えていくんではなかろうかなんて思いながらやらせていただいておりますけどもね。エイト君は破けないんですかね、破けるんですかね、ちょっと破けるとしたらどこ破けるんですかねなんてね思いながらね、エイト君もねいっぱい肌を晒していただきたいななんて思っております。はい、それでは2つ目、エイト君に対しての第一印象ということでね、まあ、でしょ、僕自身なんかこういう過去に何かあったタイプ、両親がいないとか孤児院に預けられたとか、虐待を受けていたとかそういうキャラクターを結構演じる機会が多いんですけれども、エイト君に関して言えばそれをなんか気にはしてるのかもしれないけれども、すごい明るい性格なのでそこを引きずってないように見えるというか、なんかトラウマがあるようにもあんまり見えないし、そういうところがなんか演じてて、あ、初めて演じるタイプかななんて思ったりもしましたね。何にしてもやっぱ前向きな感じがして、なんかとても好感を得られるキャラクターだななんて思いましたね。まあやっぱりねアダルトグッズとかね作っちゃうんでね、どうしてもいろんなプレイが増えていってしまうのかもしれませんけれども、なんかそれもねやってもやられても全部受け止めるというか楽しんでやるっていうところがすごい魅力的なキャラクターだななんて思ったりしました。はい、それでは3つ目、基本なんでしょう、セリフを読み上げるところしか僕たちはちょっともらってないので全体的に見渡せないんですけれども、まあやっぱりずっとあえいでると言いますかなんかそうだね、そういう中でもなんかいろいろ相手に対して気遣ったりとか励ましたりとか、やっぱりその行為によって救おうとしてるっていう感じはしますよね。ただただやってるっていう感じではなくて、だからそういうところを含めてやっぱりなんかエイト君がこの世界に来た理由なのかななんて思ったりもしますよね。こういう子じゃなかったら多分どうなってたんでしょうね、っていう感じになると思うんですよね。だからこの子が何でもなんか受け入れてくれる子っていうので
なんか全てが成り立つんだななんて思って、うん、だからいろんなシーン行為も成り立つんだなと思うので、これからもね彼にはもっともっと受け入れていただいてね、うん、素晴らしい方向に持っていっていただきたいななんて思ったりします。はい、それでは4つ目、面白いエピソード。そうだね、まあね、一連丸々そういうのを撮った後でね、そのチェックをされてる間にね、まあこっちもあここちょどうだったかななんて言いながらこっちで練習してたりするんですよね、マイク側の方で。まあこちらとしてはまあ向こうは多分切ってるだろうと、音声切ってるから聞こえないだろうと思ってやってる時とかもあるんですけど、たまに聞こえてるタイミングもあるみたいで、あそれもう一回いきますかみたいな、もっと面白くなりますかみたいな感じで、来ることがたまにありまして、とてもプレッシャーがかかっておりますいやーちょっとね怖いんですよね、それが一番前の方が良かったじゃないかなんて言われちゃったらもうどうしてもね立ち直れないのでね。あとそうですね、私お土産をねよく持ってって、あのこれ食べてくださいなんて持って行ったりするんですけども、まあ個数が多すぎてあの食べきれる量じゃないものを持ってったりとか、あと自分ねちょっとお昼一番目だったから、あこれはこの後来るからちょっと多めに買ってっても大丈夫だろうと思って買ってったら、あその日ネトルさんだけですっていう日もあって、あーいっぱい買っちゃったよなんてことをね言いながら全部あのスタジオの方に押し付けて帰るっていうことをよくやってます。今日もね、今日はねプッセを買ってまいりましたですのでね、スタジオの方に、あの押し付けて帰りたいと思いますよろしくお願いいたします。はい、それでは5つ目、エイト君ね、そうですね、なんだろう、やっぱり、さっきも言いましたけどものすごく明るい子なので、まあその裏にねもしかしたら今後のストーリーとかで進展があってそういう暗い部分も出てくるのかもしれませんけれども、エイト君はエイト君のままで、そのなんだろう好奇心持ってどんな子でも受け入れて優しく、やっていってくれたら、なんかこの作品も幸せな作品になってくるのかなと思うので、ぜひエイト君にはそのままありのまま素直に生きていってほしいななんて思ったりします。頑張ってくださいね。この度は、プレイしていただきまして誠にありがとうございます。こんなにワールドワイドな感じでいろんな方が、プレイしてくださってるっていうのもなかなかね、体験できるものではありませんし、そんな方々がいっぱい楽しんでいただいてね、あのイラストとかもすごい描いてくださって本当に毎日ありがたいななんて思いながらツイッター見させていただいております。なんかそうね、こういうのでねなんか輪が広がっていったらもっともっと楽しい、作品にもなっていくだろうし、みんなも幸せになっていってくれるんじゃないかななんて思ったりもします。これからもまだまだね終わらないはず、絶対ね。なので、みんなで楽しんで最高の作品にしていけたらななんて思います。これからもいっぱいプレイして幸せに楽しんでやってください。ありがとうございました。イラクサネトルでした。ニューカーニバル